レコーディング芸術科学、ラテンアカデミーパーソン・オブ・ザ・イヤーは、年に一度、ラテングラミー賞を発表するのと同じ団体である、レコーディング芸術科学、ラテンアカデミーが、ラテン音楽産業において結出した実績を挙げた、ミュージシャン及び事前活動での多大な、芸術的献身を成し遂げたミュージシャンを、称賛するために贈呈する賞である。ちなみに、ここで言う、ラテン音楽とは、 ラテンアメリカ圏を意味するのではなく、世界中のスペイン語圏及び、ポルトガル語圏のコミュニティでの音楽を意味し、ラテンアメリカ、スペイン、ポルトガル、そしてアメリカ合衆国も含む文化圏での音楽を指し、さらには、ラテンアメリカ圏出身で、フランス、ドイツ等に亡命たの理由で移民移住したような人々のコミュニティ及び、そのような、フランス等を拠点に活動するスペイン語圏の、 アーティストも存在するので、ラテンアメリカ、または、イベロアメリカと呼ばれる地域よりも、さらに広範囲な地域での音楽ということになる。受賞者は、毎年恒例のラテングラミー賞受賞式典に先立ち、様々な祝祭的特別行事が開催される、ラテングラミー週間の期間中に賞を授与される。同賞の初の受賞者は、キューバ系アメリカ人ミュージシャンで、 音楽プロデューサーのエミリオ・エステファンで、ラテン音楽に対する世間一般の人々の認知度を高めることに貢献した、という理由で2000年に授与された。ちなみに、その8年後の2008年、彼の妻で、日本でも、グロリア・エステファンザ・マヤミソウンドシーンとして、知名度の高い歌手である、グロリア・エステファンが、同賞の初の女性受賞者となった。グロリア・エステファンは、 それ以前の1994年にもグラミー賞を発表する団体ナショナルアカデミー・オブ・レコーディング・アーツ・アンド・サイエンスによる同賞と類似のショー・ミュージケアーズ・パーソン・オブ・ザ・イヤーの受賞歴がある。2000年以来続く同賞の受賞者は多民族多言語文化なラテン・カルチャーを反映し、受賞者の国籍が多岐にわたるだけでなく、2から4つ等複数の国籍を持ち幅広く世界で、 活躍するミュージシャンも多く含まれているのが一つの特徴である。愛革年の年数はその年のラテングラミー賞の記事ページにリンクしている。日本語記事ページあるものはそのページにないものは英語版記事ページに。ありがとうございます。